40代前半の女性ですね、えー。いつの世も戦争はなくなりませんが、闘志のない人が大勢で、兵隊に行きたくないという人ばかりだったら、この世は支配者の思う,あ思うままになってしまうのでしょうか。えー、民間の会社で雇われ兵みたいな人が戦えばいいと思いません、えー。子供が兵隊に、えー、出されるのも抵抗があります。 やはり自分の身に危険、間近に危険が迫っているとか、日本のために命をかけられるような気持ちになるためには、天皇万歳のようなプロパガンダみたいなものに動かされなければ命をかけて守ろうとはならないと思いました。このような考えに至ってしまうのは平和ボケでしょうかっていうご質問ですね。そうですね。あの、戦争というものをですね、えー、まあ、 普通の人は、日本の普通の人はですね、この前の大東亜戦争の、まあ自分の記憶、もしくはまあ、今では自分の記憶を持っている方は80歳以上なんで、非常に少ないと思いますが、自分の記憶ではなくて、いわゆる伝聞ですね。まあそういったもので、あの戦争というものを知っていると。まあそういう中で、例えばイラク戦争だとか、ウクライナ戦争っていうのを見ると。まあいうことで、まあそういう視点なんですけども、 ええと、まあ、あの、こういう真正面からお聞きいただいたこともあって、きちっとお答えしますと、もともとですね、えー、男性にとってはっていうか、あの、昔は男性が社会をリードしてましたので、じ人間にとってはっつ言ってもいいんですけども、えー、戦争をするっていうことは、まあ、ごくごく普通のことで、えー、まあ、あの、男性の義務っていうのは二つ大きくありまして、一つが他を耕すこと。 一つは戦争に行くことっていう。二つが、あの、その、二大、二大義務なんですね。で、これは、なんで義務かっていうとですね、えー、もう昔はですね、要するに、ちょっと昔、ちょっと昔でいいんですけど、昔は、えー、自分、他人のものは自分のものっていう思想が、日本以外の国は全部そうだったわけですね。他人のものは自分のもの。だから、 自分が困れば他人の国を責めて、そこの人間の命とか作物を全部取っていいというのがいいという考えなんですね。あの今はあの戦争がいけないとかなってますけど、えー、今でもまあ戦争がいけないと本当に心の中から思ってる民族が少ないんで、えー、まあそれの典型的なものはですね、えっ、ー、とまああの農耕してる人たちは一定の食料が得られるんですが、 え、狩猟の民族とか、それから、えっと、牧畜の民族なんかは、もう生活をしていけないわけですね。ある時に集団で死ななきゃいけない。その時に、死ぬよりかは、隣の国に攻めていって、そこの食料を取ってこようっていうふうになってたんですよ。これも仕方がないっていうか、まあ人間というものはそういうもんであった。いい割合は別にしまして。それの一番の根元が、 紀元前2000年から始まったアーリア人の侵略で、えー、その昔は、カスピ海と黒海の北方に住んでいた非常にわずかな民族ですね。えー、これが現在は地球の5分の4ぐらいのところに住んでるんです。あ全部占領してですね。ですから、 日本人っていうのはそうじゃないんで、ちょっとよくわからないんですけど、感覚としては、えー、アリア人が、あの、ほとんど世界の全部を支配していると言っていいわけですね。で、その最後の流れが、実は日本が体験した前の大東亜戦争だったわけです。で、アメリカ人がなぜ日本に来たのかと。それからイギリス、あの時はアメリカ、イギリス、オランダ、中国と戦線を布告したんですけども、 アメリカはちょうど地球の裏側ですね。イギリスももっと地球の裏側ですね。オランダもそうですね。で、えー、日本人がそれがちょっとよくわからないわけですが、まあ中国との関係はちょっと非常に複雑なんで、まあここで今日はちょっと、あの、もちろん全然中国のこと話したから全体の像が変化するってことないんですが、アメリカ、イギリス、オランダだけを考えますと、えー、なぜ日本の国土のところまで えー、イギリス、オランダ、アメリカが戦線を布告したのかっていうことなんですね。で、日本人っていうのはそういう気持ちがありませんから、日本がイギリス本土に攻めるっていうことはほとんど考えておりませんね。日本がオランダを攻めるなんてことも、ほとんど日本人の心の中には起こりません。なぜかって言ったらオランダってすごく遠いし、わざわざそんなところまでなんで攻め、攻めるのっていうことになりますね。アメリカもそうで、 アメリカは、まあ日本の本当にこう、飛行機で行って15時間もかかるようなところですから、日本人にほとんど関係ないわけですね。まあそういう点では、日本人が戦争っていうのを考えるのと、それからアリア人が、アリア人とは今の白人全部アリア人ですけど、アリア人が、あの、戦争っていうのを考えるのとかなり感覚が違うんですね。この方が、あの、えー、例えば、 傭兵、会社に雇われた兵隊とか子供が兵隊に出されるのに抵抗があると。まあもちろんあの、どんな時でも母親は、え、男の子が戦争に行くのに、まあ内定叫ぶわけですよね。それはもう昔からそうなんですが。しかし、男の子が兵隊に行かなければ、一家が全滅するので、泣く泣く男の子を出すっていうのが、まあこれはもう、ギリシャ時代の昔からそうなわけですね。ですから、 まず戦争っていうのはそういうものだと。どういうことかって言いますと、戦争反対っていうのが成立するかどうかっていうのが今頃問題になってるのはですね、食べるのに困って全員が合死するという危険性は今は世界では日本しかありません。1億人以上の人,人口の国で食料自給率が40%を切るなんていうのはもう日本しかないので、まあ、現在ではそういう食べるのに困るとかいうことはまあないわけで、 別の形の戦争が非常に数少なく、まあ皆さんにはイラク戦争だとか、ウクライナ戦争が非常に大きな印象を与えると思いますが、70年間で戦争が数回しかない、まあ、細かいの入れるとはもっとあるんですが、まあ、数回しかないという世の中は、人類にとってはもう,もう本当に衝撃的な平和な時代ということが言えるわけですね。そういう点でですね、 僕はこの方のように正面から考えるのが極めて重要であります。それで、天内か万歳のようなプロパガンタが戦争を起こしたわけじゃなくて、あの、戦争は全然別の理由で起こってると、まあ、いうことを、まあ、考えるといいと思います。で、現在の戦争、ウクライナ戦争とかイラク戦争っていうのは何で起こってるかっていうと、これはあの、武器商人が武器を売るための戦争ですから、 これはいわば今までのように食料を奪い合う戦争からお金を取るという、どうしても武器商人というのは武器を売らないことには生活していけませんので、まあ、生活していけなければ上えにいるというのなら同じ原因かもしれません昔と同じ原因かもしれませんが、現在の戦争は全てそうですね。まあ、武器というのは特徴がありまして、時間が経つと意味なくなるということで、 定期的に捨てていかなきゃいけないわけで、その捨てる方法として現在戦争が行われてると。従、まあ、って、戦争をそのやめるためには何が大切かって言ったら、まずはまあ、あ、武器承認をなくすってことなんですけど、現在ではですね、ただ武器承認をなくす、例えば戦闘機を作る、戦艦を作る、空母を作るというメーカーを潰さなきゃいけないんですが、まあこれも潰すってことになると、じゃあ我が国は防衛できないじゃないかってことになって、 変なことになってしまうということが今の問題なんですね。で、あの、えー、この方は割と正面から考えてきちっとものを考えておられますが、えー、戦争の原因は何かということをあのもう少し考えられますとあいいんではないかというふうに思いますね。うん、で特にあの、まあ僕もいろいろなところからお,お母さん、特にお母さんから私は子供たちを戦争に出すのは嫌だという話を聞いておりますが、 それは、あの、平和な時は不なれそうです。ただ、一家が身の、身なごしになるとか、だいたい兵士一人で、まあ、どのくらいの人間を救えるかっていうのはわからないんですけども、兵士一人が死ぬことによって、まあ、例えば、ロシア、日露戦争ですと、兵士が5万人死んで、まあ、日本人4000万人が、まあ、助かったわけなので、まあ、そのくらいの比率で、あの、 えー、兵隊というのは死んでいくと。だからまあ国の英雄でもあり、まあ我々を救った人として尊敬しなきゃいけないのはそのせいなんですね。<laughs> ですから、まあ、あの、それを考える必要があるということが、まあこの場合のお答えだと思います。うん、まあだからまあ、もともと戦争そのものっていうのは、まあ民族、 民族が合致してですね、あのいや自分たちの民族を守るために、えっと、別の民族からその食料を奪うっていうところから、まあ、戦争っていうものはこう始まっている中で、でまあ、なのでその、まあ、自分たちの,その民族を守ると、えー、いう意味合いで言ったら、やはりその家族全員死ぬよりも、あのえー、まあ息子なりですね、その え、男がこう、守りに行って家族を守るっていう、え、これ自身は、その、まあ、戦争っていうのは、まあ、民族を守るっていうのは義務であるっていう、え、ところなんですよね。ただ、まあ、現在の、その、まあ、ウクライナ戦争においてもですね、その、まあ、武器商人が武器を売り,が売りたいがためにですね、あの、あそこで、その紛争を起こすような、え、ことが起きているっていうところから見ると、まあ、その、かなり、まあ、歪められた戦争になっているんではないかと。ただ、まあ、その、 実際にやはりその自分のその国でありその自分の家族を守るっていうようなその状況にまあ置かれた中でですねそのじゃあ生かしたくないとかっていう言ってられる場合じゃないっていうことが起きたらそのまあ国民全体のそのまあ考え方も変わるかもしれないですよね。うん。あの日本も今食料自給率が40%まあ豚の肉とか牛の肉を入れればもしかすると20%かっていう話もあるんですが したがって外国から食料が入ってこなければ、まあ、日本人はバタバタと合死していくわけですね。バタバタと合死していくときに、もしもですよ、隣の国が非常に豊作で、食料がいっぱいあるのにもかかわらず、全然日本に輸出してくれないというようなことがあったときに、自分の家族がバタバタと飢え死んでるときに、その食料を欲しいと言わないで死ねるか。 で、死ぬなければ今度は強行手段に出るしかないわけです。いくら交渉しても出ないと。そしたら、そこでは、それじゃあ、親父と息子が出てって、えー、食料をかっぱらってくると。それで家族全員が生きながらえるっていうことになるわけですね。で、これが我慢できるかっていう問題になるんですが、あの、歴史的には世界でそういうのを我慢して、 自分たちが合死していった民族っていうのもあるんです。え非常に平和を愛してて、え自分たちが合死するというような民族もいたんですが、ほとんどの民族はやっぱり攻めいるんですね。その時なんで、今は男女同権の時代なんで、なかなかその男がっての言いにくいんですけども、女は戦争ができないんですよ。これはもう性質がそうなってるんですね。おそらく子供を産んで育てるということによってそういう性質が、 もう裏腹にあるんじゃないかと思うんですけども、女性はですね、向こうから鉄砲玉が飛んでくるときに進めないんです。腰が砕けちゃうんですね。腰が抜ける状態になるんです。ですので、どうしてもダメなんです。うん。だから、あの、戦おうとしたら男しか戦えないっていうのが、まあ、ごくごく最近までもそうなんです。まあ、もしかしたらこれからあ、そういう向こうから鉄砲玉が飛んできても腰が抜けない女性、 それでも向こうに突撃できるっていう女性が現れるかもしれませんけどね。だから今のところは現れてないんですよ。時々あの、そういう男女同権論みたいのが出てきた時に、それはね、女性がだらしないとかじゃないんですよ。男が子宮を持たないのと同じなんですよ。それ、もうね、それを言ってもどうにもなんないんだ。なんで女に子宮とおっぱいがあって、男に子宮とおっぱいないのっていうのと全く同じ議論なんです、生物的には。 だから、それは言っても無駄なんで、まあ、おそらくは未来英語を、女性が子供を産むということが、あの、残る限りは、私は男性が戦争に行くっていうのもなくならないだろう。だから、それを防ぐためには、例えば世界で食料が危機の時には、お互いに融通するという、そういう国際的な約束を作るとかですね。まあ、そういうことが、まあ、必要なんじゃないかと思います。 ね、ぜひ参考にしていただければと思います。シェアセスナロ系ではメルマガを配信しています。メルマガでは登録者限定の動画プレゼント、YouTube ライブやイベント情報などをお届けします。概要欄の URL をクリックしてぜひご登録ください。